ほんと怪談師っていうのは、うんうん、はい、ネクラなもんでね、うん、はい、明るいことはないですね。そうですね、うん、それが今その怪談師って言われてキャー言われるみたいなね、うんうん、状況みたいなものっていうのが、うん、まあいいのか悪いのかみたいなね、うん、はい、男3匹の美学です。はい、はいはい、先生とですね、うん、はい、3月の20日京都ガタカさんでね、2人で京都指定怪談させていただいてですね、うん、はい、僕あのライブ結構自分の中でね、うん、今後会談をしていく中で、うん、今僕イベントを自分で開催したりとかするんで、ええ、その中でもかなりこう勉強になったというか、うん、普通にね、あの、良かったなというライブだったんですよ。で、男3匹の美学ではその前回もそうですけれども、はい、何かしこの会談にね、対して会談を語るというよりは、はい、こうね、その会談の周りの周囲のことをやっぱ語ったりするですよ、ね、前回だったらルーツのお話をされたりとか、うんうん、はい、今回は階段を語る空間の話、空間、ええ、うん、したいなと思うんです。なんでかっていうと、はい、まあ、今言ったようにガタカさんでのライブが、うん、僕はねすっごいこう気持ちが乗ったんですよ。でこれどんな空間だったかっていうと、うん、京都のライブハウスガタカさんで、うん、ね、まず真っ暗なんですよ。真っ暗でしたね、うんうん、真っ暗で僕たちにピンスポが一つ当たってるだけなんですよ、はいはい、で後ろに薄ら明かりで赤いのが、うん、あのね、ついてるだけなんですよ、ええ、でお客さんからしたら、うん、もう僕らの顔って帽子もかぶってますから、うん、見えないんじゃないかなぐらいのね、はい、うんうん、で僕らからお客様の顔も一切見えないでしょ、はい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 、うん、もうね、うん、やっぱ階段の雰囲気って、うん、まあ、今っていろんなところで階段を、はい、イベントがあるじゃないですか、はい、で少し前に流行ったって流行ったっていう言い方あるんですけども、うんうん、普通のライブハウスとかホールとかでやるんじゃなくって、うん、あのちょっと普段やってないようなところでやるブームみたいなの来ませんでした、ね、はい、なんか、はい、そんなもいいんですけど、うん、でも、うん、オーソドックスにあのライブハウスで真っ暗 で、うん、で演者の顔もろくに見えへんみたいな、はいはい、この空間でね階段やるのってこんなに楽しいんやってね、僕ね、あの3月20日思ったんですけど、はいはい、先生ってどうですか、やっぱりあの、うん、階段をご自身が語るときにこういうとこういう空間だったら気分が乗るなとか、逆にこうだったらちょっとなっていうのってありますか？うん、そうですね、うん、やっぱりもう京都で、うん、あの三木大文さんと一緒にガリガリガリクソンと3人でやらせていただいた時に、はい、真っ暗でした。うん、うん、真っ暗でもうお客さんのことなんてもうこれ何一つ見えなかった、うん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 、そこで僕ら3人までで、うん、あの喋ったんだけど怖かったですね、やってて、うん、うん、やってて怖いなっていうあれがあって、うんうん、あれは僕としてはすごく良かったっていう、うん、そのもう前のイベントですけどね、うん、5年6年前ぐらいやったと思うんですけど、そういう時ってほんまに気持ちが乗るし、うん、自分が話してることが怖いんですよね、うん、そうですね、やっぱし自分の言葉に自分がこう震えていくっていうか、こうなっていっててっていう、そういう気持ちの乗り方できたなって思ってて、はいはいはい、じゃあやっぱりその三木さんとのそういったライブでも先生、うん、それはそうやったね、うん、だからね、僕ね、あのライブをきっかけにちょっとこう、うん、自分で開催するとき、まあ、呼んでいただく分にはね、いろんなところでもちろん対応していくんですけれども、はい、自分が開催するときは真っ暗いなって思ったんですよね。まあね、わかるわ、うんうん、でまあね、ただそうじゃないライブが多いのはなんでかなって考えたときに、うん、最近ってやっぱりその配信があるじゃないですか、はいはい、で配信があるライブで真っ暗にしちゃうとカメラに映んないでしょ、うん、だからある程度の効率を出してるんかなとか思ったりなんてして、そりゃそうやし、うん、まあ、もう一つやっぱりその怪談師自体が、うん、その怪談師を見に来るという人が、あ、まあ、まあ増えてきたりしてるので、うん、その怪談師の姿形を見たいという人のために、うん、というようなこともあるかなと思うんですよね、うん、お話が主流やったわけじゃないですか、うん、怪談、実は怪談で特に、うん、そのお話よりもそのお話する人にこうなんか興味がね、うん、移ってきてるような、うん、あのところもあるので、そういうこともあるのかなっていう、うんうん、確かにそういったそのお客様の趣向もちょっとこうチェンジしていってる部分があるってことですね、うん、あるのかなっていうような気はするね、うん、確かに怪談師を推すっていう文化っていうのはこう少し前からありますもんね、うん、はいはいはい、まあ、それいいことか悪いことは分かりませんよ、うん、うん、それはまあ両方必要なことなんだろうけども、うん、そうですね、必要だとはね、うん、もちろん思います、うん、うんうん、ただまあこうなんていうのかな、うん、そのまあ本当は怪談師っていうのは、うん、あの、まあ、僕これ偏見やで、はいはい、ネクラなもんでね、うん、
その若い頃からね、うん、階段好きで階段ばっかり聞いてたりとか、うん、階段の資料集めてるようなやつって、うん、まあネクラって言われても仕方ないじゃないですか、はいはいはい、明るいことはないよね。そうですね、うん、だから要は例えば人から注目されるようなものではないわけですよね、うんうん、分かってる者同士がなんかひそやかにこうあの意見交換じゃないけど、うん、やるようなとこから始まってるわけじゃないですか、うんうん、それが今その会談して言われてキャー言われるみたいなね、うんうん、状況みたいなものっていうのが、うん、まあいいのか悪いのかみたいなね、おっさんとしてはそう思ったりしますね。あ、うん、でも僕もあの先生がそうおっしゃったので僕もね、うん、あのじゃあ僕のこの内心を言いますと、うん、あの会談師は確かに僕先生のおっしゃる通りで、僕の例えで言うとクラスの端っこで夕方の夜誰もおらんとこで楽しむもんやと思うんです、階段って。そこへねクラスの人気者的な人がウェーイって来る感じって、僕はそれが来た時点でいっぺんに思んなくなるんですよ。だからあのあるじゃないですか、その純粋に階段イベントっていうのもあるし、いろんなものともうミックスしていく文化ってあるでしょ、あのロックとかと、うん、でもその中でもあのミックスしたらあかんものって絶対あるなって、あのこれ怒られるなええやん別にだから誰に怒られるのか知らんけど、いやいやそういうのやってはる人が見たら、はい、あの気悪いかもしれないですけど、はい、陽キャの文化とくっつくもんじゃないと僕は思ってて、うんうんうん、だからヤンキーとか陽キャとかって、うん、階段好きな人が多いらしいんですけど、それがこっち来た時に、うん、ちゃうなって僕は結構思ったりするんですよ。まあね、確かに、うん、でそういう人たちと階段の深い話しようと思った時に、これも偏見ですよ僕も、はいはい、絶対稲川さんの真似するんですよ、はい、稲川さんの怖いな怖いなで笑い取ってイエーイって盛り上がってるんですよ、はいはい、全然思んないんですよね。まあね確かに、でもバカにされてる気分にちょっとなるぐらいの、まあね、いやいやバカにはされてるんでしょう、されてますよね、うんうん、まあ、でもねある意味それは仕方ないよね、うん、やっぱりその怪談師として思い浮かぶのはやっぱり稲川淳二っていうのはもう、うんねうん、ねプロレス言えばジャイアントババア、うん、アントニオ猪木ぐらいの感覚じゃないですか、はい、言うてみたら、うん、そこ以降からもいろいろ出てきてんだけど、はい、やっぱりなかなかこう世間的には、うん、やっぱり怪談といえば稲川淳二だよ ね、 よねっていうところで止まってる気がするんですよ、うんうんうん、どう思うんですけど、稲川さんってそんな怖いな怖いなばっかり言わないじゃないですか、うん、で怖いな怖いなをギャグにして言ってる時点で知らんでしょ、うん、そういう人ら。そうそうそう、稲川さんのことも別にそんな知らないし興味ないでしょ。そうなんですよ、もう記号として怖いな怖いなって言ってるっていうことやから、うんうん、それを僕らに言うたら笑うやろうと思ってるところもちょっとあの陽キャの嫌なとこやなと思うんですよね。あ、うん、なるほどね、うん、いや、まあ、だからねそのいくらね、まあ、階段が今いろいろといろんなところで、ねうんはい、イベントやってるのがブームやと言われても、はい、本当の意味のブームじゃないんですよね。うんで本当の意味のブームになったらすぐ終わってしまいます多分一瞬で、うん、だからそこに耐えうるものではないような気がするんだよね。やっぱりもうちょっとひっそりとした中で、うん、こうあのねあの深くこう根を張って、うん、広くじゃなくて、うん、深くこう根を張ってね、うん、それでこう領域を広げていくようなもんだと思うんですよ、うん、はいはいはい、はい、深いとこでこうやっていきましょうよ。表にガンと出た時にね、うん、なんかもう踏みつけられて終わりみたいなとこがあるんじゃないかなっていう気がします、はいはいはい、しますよね、はい、まあ、今日ちょっとね、うん、そんなお話、まあ、階段を話す環境とかってまあまあなるほどやっぱり、うん、改めてその、はい、京都バタコさんでのライブってすごい良かったなってということで、ね、思いまして、分かりました、ありがとうございます、勉強になりました、はい、はい、ということでまた明日よろしく。